こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。出品者商品が詐欺行為と言われました。転売で違反にならない売り方を教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。はい、えー。この動画では、YouTube 視聴者様から質問が来ましたので、回答させていただきます。えー、相談者の方がメルカリで100円ショップの商品を販売したら、取引中に詐欺師と 言われたととのことでした100円ショップの商品を販売しても良いのでしょうかということなんですが、これはですね、実際大丈夫なんですね。100円ショップの商品の値段を上げて販売しても大丈夫です。で、あの、心配な方結構いいかと思うんですが、まず、メルカリの検索までですね、メルカリダイソーとキーワードを検索入れてください。それかダイソーでも大丈夫です。で、入れて,ていただきまして、検索しますと、 100円ショップダイソーさんの商品を売っている方が多数出てきますので、そちらの方の販売方法をね、真似させて、真似ていただければ大丈夫です。ぜひ参考に販売してみてください。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマリヒマニュアルをプレゼンします。ニックネームかスタンプお願いします。それと、0円転売コミュニティ始まりました。興味ある方はぜひお待ちします。 それと、えー、YouTube さんしたの一切受け付けてません。LINE アド登録後によろしくお,お願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。